た目がけて石を投げられた。孤独には慣れていた、後ろも飛んでいた。誰かを思いやることなんて煩わしくて、そんな猫を抱き上げる若い絵描きの腕。素敵なおじいさん、僕らよく見てる。腕の中も描いて、必死で引っかいて、孤独という名の利権道を走った、走った。生まれて初めての優しさが、曇りがまだ信じられなくて、どれだけ逃げたって変わり者はついてきた。それから猫は絵描きと二度目の冬を過ごす。絵描きは友達に名前をやった。黒木さんしかいない彼のスケッチブックはほとんど黒ずくめ。もう猫も初めての友達にくっついて甘えたがる日、貧しい生活に倒れる名付け親。手紙を書くと彼はこう言った。走って走って、こいつを届けてくれ。夢を見て飛び出した僕の帰りを待つ恋人へ。きつなく俺この絵など出ないか。それでもあんたは俺だけ描いた。それゆえあんたは冷たくなった。手紙は確かに受け取った。全て詰め込んで呼んでくれた。嫌われた